友人と決闘するオネイギン、霊ピン作。余計者とは、19世紀ロシア文学に、しばしば主人公として登場する人物像のことである。ロシア語では、英語では、スパーフルースマンと訳される。皇帝アレクサンドル一世の時代には、西欧の自由主義思想が、貴族階級を中心に広まり、先制政治や、濃度性の改革を求める風潮が強まっていった。 しかし、1825年に政府打倒を目指したデカブリストの乱が失敗に終わると、神帝ニコライ一世の過酷な弾圧が始まる。その結果、優位の青年たちが活動の場を奪われ、その能力を持て余し、鬱屈しながら生きていくようになったのである。貴族階級の青年知識人で、進歩的な思想を身につけ、優れた資質を持ちながら、それを社会のために生かせず、 血統や恋愛遊戯などの馬鹿げたことに勢力を浪費したり、無気力になって屋敷にこもったりするものが現れた。1850年のツルゲーネフの小説、余計者の日記によって、この種の人物を余計者と呼ぶようになった。余計者が数多く描かれたのは、当時の社会情勢を反映している。余計者の警符に連なるのは、グリボエードフ、血の悲しみのチャーツキー。 プーシキン、エブゲーニー・オネーギンのオネーギン、レールモントフ、現代の英雄のペトリン、ゲルチェン、誰の罪のベリトフ、ツルゲーネフ、ルージンのルージン、同じく、貴族の巣のラブレーツキー、同じく、父と子のバザーロフ、ゴンチャロフ、オブローモフのオブローモフなどである。ありがとうございます。